一体何が起きてるんだよ艦長まあまあ皆さん落ち着きましょういった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  <laughs> 大丈夫か落ち着いたなら状況を教えてほしいんだけどすまないどうやら先ほどの事故によって錬金術の本から異世界の錬金術師が転生してしまったようだここにある錬金術の本に 俺たちアルケミストの力が反応してな異世界の錬金術師が事故ではあまさか俺の本棚に有根書が紛れ込んでいるとはさっき乱歩が落とした本が異世界の魂を引き寄せる有根書だったってことかそういうことだな転生とはある世界の概念として存在するものに形を与えること そこに異世界の概念が紛れ込めばこういったことは起こりうるらしいがどういうことだよさっぱり話が見えないんだが異世界ってそんなものがあるの初めて知ったんだけど異世界というか平行的に同時に存在する別の世界線だな平行して存在する別の世界いわゆるパラレルワールドですか ああ錬金術師の間では有名な話だ理論的にも向こうの世界というものは存在する過去に錬金術を使って観測されたあらゆるデータがそう示しているほうこれは新しいトリックが明らかになりましたねいずれにせよ今の俺の力では異世界の人間を戻すことはできない力が消え次第 自然と元の世界に帰ることになるだろうがそれにはざっと見積もって2週間ほど必要だなそれは一安心なのかな待たせてしまって申し訳ない落ち着いたかはいまあこの状況あんた達はどういうことか分かってるんだな 早く解説してくれよ。ああ、もちろんだ。ここは帝国図書館と呼ばれるところだ。俺たちはアルケミストと呼ばれる錬金術師。そして君たちは俺たちの力を通じて、この世界に一時的に転生している。転生転生ってなんだよそれは人体錬生とは違うんですか人体錬生 人体連生素晴らしく怪しい響きですねお君たちは錬金術師と言ったが我々も錬金術師だだがどうやら君たちのものは違うようだねああそうみたいだなこの話が通じてるけど噛み合ってない感じ 本当に別の世界の人なんだね。おい、アラ、どうやら大変なところに来ちまったみたいだぞ。そうみたいだね。びっくりしたよ。僕たち、国立図書館で調べ物をしてたんだよね。そうそう。俺たちタイトルが書いてない本を見つけて、読んでいたような。 こっちにも錬金術はあるんだなどう思うアラど,どうってここの錬金術は僕たちのものと全く違うみたいだけどけど賢者の石についてのヒントが得られるかもしれない賢者の石うわあなた方は賢者の石が欲しいのですかおい乱歩人の話を盗み聞きするのは悪趣味だぜ 賢者の石を知ってるの知ってるも何もこれだろマジかよ俺たちはそれをずっと探してたんだでも俺たちの知っている石とはちょっと違うようなあ欲しいの一万帝国権あれば譲ってやらないでもないけど帝国権異世界から来た人が。 帝国剣なんて持っているわけないだろうさりげなくぼったくろうとしましたね500帝国剣あれば買えるだろうにさっき殴られたことを根に持ってるな賢者の石が買えるどういうことすべての錬金術師が夢見る完璧な物質が売られてるってこと さすがにどこでも売っているわけではないがちょっと見せてくれどうあーすごいそれっぽいけどこれってどういう風に使われているんですか俺たちの絶筆を防ぐというか仕事の時のお守りみたいなもんだなお守りじゃあ人体連戦したりわずかな対価ですごい連戦ができるっていうのは 連成…知らないなやっぱりダメか我々の錬金術は精神に作用するものが中心だ君たちは人体錬性と言ったが肉体に作用するものは錬金術全体を見ても例がないなただただいやつい先日 賢者の石について記された研究書を見てな館長さんそれ見せてくれないか本来なら研究書は限られたものしか見れないトップシークレットなんだが俺たちは賢者の石がどうしても必要なんだだから深い事情がありそうだな確かに俺たちも君の言う錬金術というものに興味があるもちろん構わないさ 俺たちの錬金術の基本は投下交換俺たちは賢者の石を探しているあんたたちは俺たちの錬金術に興味があるそれでいいだろ分かった君たちの要望を満たせるかはわからないがやれるだけやってみよう君たちの言う賢者の石とは どういういものなのなだえっと完全な物質というか質量保存の法則とかを無視して連成できる本当に何でもできる夢の物質なんですそれ俺も知ってるぞ黄金も作ることができる魔法の石だってああ我々の錬金術にも同じ記述があるだが我々の使うこの石は現実世界では何の効果もないただの石だ そうだったんだ初めて知る新事実厳密に言えば疑似賢者の石だな過去にはその完全な物質としての賢者の石を精製しようとした錬金術師が何人もいたのは確かだだから過去の文献にあたれば何か情報が得られるかもしれない 館長さん、頼まれたやつ持ってきたよああありがとうこれがその賢者の石の研究所だこれを書いたのはティンクトラと呼ばれる数百年前にいた我々の間では有名なアルケミストだ我々が今使っている賢者の石の生成に初めて成功した人物だとされている見るからに古くいわくありげな本 こんなものがこの帝国図書館に存在したとはとても興味深い見せてくれ<っ>読めない本当だ何も書いてないああこのままでは読めないようになっている封印が施かされているからな封印って <で>我々の世界の錬金術師アルケミストと言った方が混乱がないか我々アルケミストは自身の研究それ自体を本に秘匿するんだこの本は例えるならアルケミストの頭の中だだからこの本に潜って封印を解かないと書かれている情報を得ることはできないその封印ってどうやったら解けるんですか この本の中に潜って封印を守る守護者を倒すんだ本の中に潜るああ選書することでこの本に隠された情報を読み取ることができるんだがああ簡単にはいかないだろうだがもし君たちにその覚悟があるなら 我々が長い間持て余してきたこの研究所に隠された秘密も明らかにできるはずだ。どうする兄さん。一筋縄ではいかなさそうだけど。ただでさえ変なところにいきなり飛ばされて、そこからさらに変な世界に飛ばされるっていうね。でも、行くんでしょああ。どんな小さな手がかりだって掴んでやる。理由はわからないが。 君たちには相応の覚悟があるようだその思いがあればこの本の中で迷うこともないだろう多少の危険は承知だ言ってやろうじゃないの君たちも手伝ってあげてくれるかなんでだよ俺たちの仕事じゃないじゃん太宰もう許してやれよあの 兄さんがすみませんでも僕たちは賢者の石がどうしても必要なんです協力してくれませんか仕方ないね困っているみたいだしそうだな困っている人を放ってはおけないだろうわざわざこんなところまで連れてこられたっていうのにさらに危ないところに行くっていうんだから私も 賢者の石の秘密には興味があります。あなた方の言う錬金術にも。知的好奇心というやつです。ぐ、ぐめんねんねんそう言ってくれて嬉しいよ。俺もできる限り協力する。皆さん、ありがとうございます。